中央マケドニアは、ギリシャ共和国の広域自治体であるペリフェリアの一つ。ギリシャ領マケドニアの中心をなす。主婦はギリシャ第二の都市であるテッサロニキで、ペリフェリアとしてもアッティカ地方に次ぐ人口を抱える。面積は18,811平方キロメートル、人口193万1,870人。行政区画である中央マケドニア地方は、 ギリシャにおける地理的な地方としてのマケドニアの中央部に位置する。北にマケドニア共和国、ブルガリアとの国境が走る。1987年の地方行政改革により、従来の地理的な地方に代わる行政区画として13のペリフェリアが設置された。中央マケドニア地方もその一つである。2010年の地方行政改革によって、 ペリフェリアの機能が改められて、自治権が拡充され、公正性の知事と議会を持つ、広域自治体となった。中央マケドニア地方中央マケドニア地方は、以下の7つの行政区から構成されている。中央マケドニア地方には、基礎自治体である市が38ある。A2 号線テッサロニキ、マケドニア国際空港ギリシャ北部の中心都市、テッサロニキを中心に、 交通網が発達している。内の地名はペリフェリア街を示す。ありがとうございます。